皆さんは地道幸男という人物をご存知でしょうか。彼は三代目山口組でナンバー2にあたる若頭を務めており、芸能界などのしのぎで組織を仕切っていた山口組組長である田岡一雄に代わって、抗争などの争いごとは地道が陣頭指揮を取っていました。また地道は山口組の切り込み隊長と恐れられた生粋の武闘派ヤクザで、当時全国制覇のために抗争に次ぐ抗争を繰り返していた山口組を国内最大のヤクザ組織に変貌させた張本人と言っても過言ではないのです。こうして山口組に限らずヤクザ界でも絶対的な権力を持っていた地道でしたが、最終的には悲惨な末路を迎えることになってしまいます。今回は地道幸男の生い立ちと彼の周りで起きた事件について、当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。地道幸男は1922年1月に兵庫県神戸市兵庫区で生まれました。彼は14歳で兵庫尋常小学校を卒業し、三菱電機の工員として働くも、1941年に姫路師団に入隊したことで中国大陸へ渡ります。終戦後、地道は神戸で自転車修理業を営む兄の下で仕事を手伝いましたが、十分な金を得ることはできず、食糧難で満足に食べることもできなかったようです。また彼はこの頃からすでに喧嘩っ早い性格で、戦勝国民を自称して好き放題暴れていた不良外国人と喧嘩を繰り返していました。その姿が当時の闇市で自警団を組織していた山口昇率いる二代目山口組の目に留まったようです。それからというもの、地道は山口組本部に出入りするようになりました。そのような中、1946年8月に町での人望も厚かった田岡一雄が二代目山口組舎弟たちの推薦により山口組の三代目を襲名します。今でこそ日本最大規模のヤクザ組織となった山口組ですが、当時の構成員数はわずか33人でした。その後、1947年に姫路市で三代目山口組とグレン隊との抗争が勃発し、地道は田岡のボディーガードとして同行します。そこで彼はグレン隊をねじ伏せたことで田岡に認められ、彼から杯を受けることになり、1947年2月に三代目山口組へと加入しました。こうしてヤクザの世界に足を踏み入れた地道は、山口組内に自身を組長とする地道組を創設し、武闘派として抗争に参戦していったことで山口組の勢力拡大に尽力します。なお地道は当時の日本人からすればかなり体が大きく、見るからに威圧感のある貫禄の持ち主だったようです。その後、1948年に国や自治体が財政確保のために競輪や競馬の公営ギャンブルが施行され、地元兵庫県でも開催されるようになります。そこで山口組は同じ兵庫県を拠点としていた本田会や西海組などの地元組織と、神戸競輪場の警備や売店、タクシーなどのしのぎを分け合うようになりました。そのような中、翌年の1948年に地道が西海組の利権だった神戸競輪場の警備業を半ば強引に奪い取ります。これがきっかけとなって彼は西海組組員から襲撃を受けてしまいました。ここで地道は日本刀で西海組組員一人を返り討ちにしたものの、重傷を負ってしまいます。しかし彼は直ちに報復に動き出しました。そこで地道は配下組員に西海組幹部全員の拉致を指示し、地道組の組事務所まで連行させます。そして西海組の幹部らを完膚なきまでにねじ伏せたのです。その後、地道は拳銃を手に数人の組員を連れて西海組の事務所に乗り込み、組長と交渉したことで山口組は神戸競輪場の警備などの仕事を西海組から手に入れます。こうして地道は山口組の武闘派幹部として頭角を現しました。その後、三代目山口組は地道を筆頭に谷崎組、五島組との抗争を経て神戸を制覇していきます。そのような中、山口組若頭に就任していた安原正雄が、実刑で後に山口組七人衆となる安原武雄が田岡によって安原運輸の社長に据えられると、1955年に若頭の座を武闘派幹部だった地道幸男に譲ります。こうして地道は山口組加入からわずか8年で山口組のナンバー2に君臨したのです。その後、1956年7月に三代目山口組で初となる大抗争、小松島抗争が勃発します。これは徳島県小松島市の利権を狙って起きた三代目山口組系二代目古典流組と本田会系平井組、福田組との抗争だったようです。ここで地道は陣頭指揮を取り、舎弟に直っていた安原正雄、吉川雄二、
山本健一といった幹部とともに150人もの組員を小松島に送り込みます。これにより山口組と本田会との抗争が繰り広げられるかと思われましたが、最終的には動員の情報を入手し、徹底監視していた兵庫県警と徳島県警の介入によって大規模な抗争は避けられたようです。しかしこの時の迅速な大量動員による戦略はその後の山口組の抗争で繰り返されるものとなりました。そのような中、1960年には三代目山口組と大阪で愚連隊として君臨していた名友会との抗争である名友会事件が勃発します。これは三代目山口組組長の田岡が歌手の田畑芳雄さんをねぎらうため大阪南にある社交クラブ青い城を訪れた際に名友会幹部と鉢合わせしたことが原因で起きた抗争だったようです。田岡は名友会が宣戦布告してきたその日に抗争を決意し、抗争の総指揮官に地道を任命します。その後、前線本部を設置していた当時の大阪市南区の旅館には総勢50人の山口組構成員が拳銃を持って集まっていたようです。さらに総指揮官の地道が前線基地を増設し、大阪に総勢300人もの構成員を配備します。そして1960年8月12日午前8時ごろ、山口組系中川組を筆頭に山口組の暗殺部隊が大阪西成区のアパートで名友会幹部を襲撃しました。その後、これに耐えかねた名友会トップのカンチャンフンは山口組系地道組傘下の柳川組組長の柳川次郎に本件の仲介を依頼します。これを受けた柳川は抗争の総指揮官についていた地道にこの話を伝えました。すると彼は、全面謝罪をしたいなら神戸まで頭を下げに来いと返答します。この話を聞いた菅は翌日神戸へ謝罪に向かうことを約束しました。しかしこの件を知った名友会の幹部は強く反対します。実際名友会はヤクザ組織ではなく、あくまでも愚連隊の連合であったため組織としての統率が取れていませんでした。その結果、内部での意見が一致することはなく、菅は謝罪の約束を破ってしまったのです。これにより地道は怒り狂います。こうして山口組の攻撃は激化していき、3週間も経たないうちに名友会トップの菅と幹部15人が指を詰めて全面降伏しました。その結果、やがて山口組は大阪を制圧することになります。そして名友会事件以降、山口組は全国侵攻作戦を本格的に実行していきました。そこで地道は柳川組を山口組の全国進出の切り込み部隊とすることを組長である田岡に提案します。こうして殺しの軍団として恐れられた柳川組を筆頭に、菅谷組、小西一家は山口組の勢力拡大運動を推し進めていきました。そのような中、翌年の1962年には夜桜銀次事件が勃発します。これは警察から指名手配を受けていた山口組系石井組の組員である夜桜銀次こと平尾国人が福岡市に拠点を置く山口組系伊豆組にかくまわれていた際、敵対組織のヒットマンによって射殺されたという事件です。また実際のヒットマンは福岡県久留米市の鳥栖組組員でしたが、事件が起こった当時は平尾による鳥羽嵐の被害を受けていた大島一家や宮本組が疑われていました。実際には関与していないにもかかわらず、山口組からの圧力を受けた大島一家のもとには近隣の暴力団である大野組や住吉一家が集まります。こうして大島一家を中心とする連合体と山口組の対立が明らかになったのです。その後、地道は抗争に備えて陣頭指揮を取り、彼は警察の手をかいくぐるように平尾の葬儀名目として250名を超える組員を福岡に送り込みました。しかし最終的に夜桜銀次事件をめぐっては、事件発生前に真犯人である鳥栖組の組員が逮捕されたことで大島一家や宮本組の疑いが晴らされ、山口組との間で和解が成立しています。その後も地道は山口組と本田会との代理戦争とも呼ばれる第二次広島抗争でも名を馳せ、彼は山口組の切り込み隊長と呼ばれたことでその名をヤクザ界に轟かせていきました。なお、この時の地道を兵庫県警は山口組壊滅史という資料に残しており、そこには暴力団史に残る大抗争事件の指揮を取り、百戦百勝無敵の快進撃を続けて山口組と地道の名を全国に知らしめた暴力団と記載されており、彼の指揮官としての実力は県警も認めるほどだったことがわかります。一方、山口組はそれと同時に日本各地で抗争に次々と勝利していったことで、
他の団体組織を傘下に収めていきました。なお山口組の運営には組長の田岡と若頭の地道の2人が重要事項の決定を下していたようです。その間にも山口組は各地で抗争を繰り返しながら勢力を拡大していきます。それと同時に芸能界や公安二役業などの犯罪ではない表のビジネスにも力を入れていきました。その結果三代目山口組は武力面と資金面の双方で急激な発展を遂げます。こうして当初は33人だった構成員数もこの時には1万人を超えていたのです。そのようにして三代目山口組は国内最大の組織になったわけですが、それに伴って田岡と地道の処理事項も雪だるま式に増えていきます。やがて2人は自分たちだけでは全てを処理しきれないと判断し、1963年8月に山口組7人衆制度という執行部体制を導入しました。この7人衆制度では若頭の地道を筆頭に、舎弟頭の松本和美、舎弟で南道会を率いる藤村忠夫などの山口組最高幹部7人が執行部となり、月に1回の定例会で重要事項を協議します。つまり七人衆は山口組の最高議決機関だったのです。こうして国内最大のヤクザ組織に変貌を遂げた山口組ですが、1964年2月に悲劇が襲いました。この年警察庁は組織暴力犯罪取締本部を設置し、暴力団壊滅を目的とした第一次頂上作戦を開始したのです。そこで警察庁は改めて広域重大暴力団を指定し、三代目山口組、三代目山口組系柳川組、本田会、住吉会などの組織が対象になりました。そして1965年に山口組組長である田岡が病気で倒れ入院することになると、警察はこれを機に山口組解散に向けた主要幹部や組織への取り締まりを計画します。そこで真っ先にターゲットにされたのが山口組の最大勢力だった地道組で、警察は地道を逮捕することで山口組の弱体化を狙っていました。そして1966年6月に地道は産地下タウン工事に絡む恐喝事件でとうとう逮捕されてしまいます。なおここで地道は必要以上に警察からの強引な取り調べを受けていたそうです。また地道の他にも幹部である岡清や竹中正久も逮捕され、山口組の二次団体の解散や関連企業の脱退が相次いだことで山口組七人衆も崩壊してしまいます。こうして山口組では組長である田岡が倒れ、地道を含む主要幹部が逮捕されたことで危機的状況に追い込まれていました。そのような中、地道が11月に妻の父の葬儀のために4日間だけ交流を解かれます。そして彼はその期間に山口組幹部の梶原清春や菅谷正夫、小西音松と会い、なんと田岡に相談せず独断で山口組の解散を提案したのです。これは地道が警察からの不当で強引な取り調べに対して根を上げたとも言われていますが、彼の中では警察の目をかわすためにも山口組を一旦解散し後に再結成するという考えがあったのかもしれません。こうして地道の意向は他の山口組直系組長たちにも伝わっていましたが、当然全員が山口組の解散に同意していたわけではなかったようです。そこで山本健一が地道の後半記録や調書にも目を通したところ、なんとそこには地道が岡清を通じて田岡が金銭の受け渡しに関わっていると供述していました。これはヤクザ界で最もやってはいけないことで、子分が親分の犯罪事実を告白することは絶対にあってはならないものなのです。これにより田岡も所得税法違反で起訴されることになってしまいました。こうして田岡に絶対的な信頼を置いていた山本健一は地道に怒り狂います。その後入院中の田岡不在で直系組長会が開かれ、地道の根回しもあってか驚くべきことに多数決では解散に賛成する意見が60対15ほどで反対派を上回りました。しかし山本健一と小西を筆頭に猛反対した幹部が組長である田岡の気持ちを聞くために彼が入院していた関西労災病院を訪れます。その後病床でこれを聞いた田岡は、そんなもん解散するか、わしは一人になっても山口組は絶対に解散せんと言い切ったことで、地道による山口組解散の話は立ち消えとなりました。こうして田岡が解散を否定したことで解散派の先頭に立っていた若頭の地道は立場がなくなってしまい、同時に田岡からの信頼も失うことになったのです。なお地道の山口組解散の動機は病床の田岡の身を気遣ってのものだとも考えられますが、この時の地道も病にかかっていたようで、彼自身の判断にも狂いが生じたとも考えられます。
その後、刑期を終えて出所した地道でしたが、山口組内では完全に孤立した存在になっていました。そのような中、一連の地道の行動に激高した山本健一は竹中正久と手を組んで、なんと地道の暗殺計画を企てます。しかし最終的にはこれに反対した田岡が彼らを説得したため、実行には至りませんでした。なお、山本健一はもともと地道を嫌っていたようで、これは山口組次期組長の座を狙っていたことから来ているものだったようです。また本来は山県組が獲得するはずだった三地下タウンの利権を地道組が横取りしたり、第二次広島抗争の代理戦争の際に地道が山本のやり方に横槍を入れてきたなど、様々な理由で彼らは対立していました。このようなこともあり、山本は地道のことをフグと呼んでバカにしていたと言われています。なお、このフグという名は過去に地道が再開組の抗争で顔や唇に傷を負ったことから来ているそうです。その後、居場所を失った地道は入院中の田岡を訪問し、1968年2月7日に田岡から若頭を解任されてしまいました。その後、翌年の4月に地道は末期の肺がんが原因で自宅で倒れてしまい、妻の110番通報でパトカーで搬送されるも、5つの病院が受け入れを拒否し、入院先がなかなか見つからなかったそうです。ここで地道の妻は田岡の妻である文子夫人に電話したことで、ようやく関西労災病院に入院します。なお、この関西労災病院は田岡が入院していた病院で、彼がこの病院を作るときに多大な貢献をしていたことから融通が効いたようです。しかし医師たちの懸命な治療も虚しく、それから18日後に地道は47歳という若さでこの世を去りました。なお、地道は18日間田岡の2つ隣の部屋で入院していましたが、田岡は一度も地道を見舞うことはなかったようです。また地道率いる地道組は山口組の最大勢力だったにもかかわらず、2代目が発足されることも許されなかったようで、構成員850名を誇っていた地道組はここで解散させられてしまいました。さらに地道は山口組随一の功労者であるにもかかわらず、写真も数枚しか残っていないのです。3代目山口組でナンバー2にあたる若頭を務めており、芸能界などのしのぎで組織を仕切っていた山口組組長である田岡一夫に代わって、抗争の陣頭指揮を取っていた男、地道幸男。こうして山口組に限らず、ヤクザ界でも絶対的な権力を持っていた地道でしたが、最終的には独断で山口組解散を画策したことや、親分の田岡を警察に売ったとみなされたことで悲惨な晩年を迎えることになってしまいました。しかし地道が当時全国制覇のために抗争に次ぐ抗争を繰り返していた山口組を国内最大のヤクザ組織に拡大させた功労者だったことには変わりありません。今回は地道幸男の生い立ちと彼の周りで起きた事件についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。